コンビニ大手のセブンイレブンジャパンが美味しい山形応援フェアを13日から開始します。応援フェアのスタート前に関係者らが県庁を訪れ、吉村美恵子知事に商品などを報告しました。セブンイレブンジャパンは地域の代表的な食材などを使い、地産地消を推進するフェアを各地で開催していて、山形応援フェアは昨年に続いての企画です。南陽市の劉上海が監修した辛味噌ラーメンや秋の味覚を代表する芋煮など、山形らしい商品が揃っています。今年は食塩相当量を 10% から 20% 削減した適塩規格の商品もあり、健康増進を応援するということです。試食をした吉村知事は、確かにしょっぱくないです、うん、でも味しっかりしてますね。これ適塩とか健康というと、こう味をこう横に置いておくような形になるっていうイメージがあるかと思うんですけど、あの塩分を控えながらも出汁を使って美味しさはそのままにっていうことが一番この今回お伝えしたいポイントなので、商品を通じて感じていただきたいです。美味しい山形応援フェアは東北地方のセブンイレブンで13日からスタートします。